険なんだ、ウィズ。どうかされました？この店がそろそろ潰れるんじゃないかって町のみんなが心配してる。え？そんな町の人たちの心配を解消するためにこんな服を作ってみたんだけど。どうして服で町の皆さんの心配が解消されるんです？まあまあ、まずは着てみてくれよ。説明はその後にするからさ。わかりました。では奥で着替えて。ふこの服はお返ししますね。みんながストレスでどうにかなる前に早く。そんなに急を要することなんですか？それだけウィズが町のみんなに愛されてるってことだ。それはとても嬉しいことなのですが、でもこの服は。ああ、今頃ダスとかキースあたりがウィズの店を心配して胃をぶっ壊してるかも。でもまずい。カズマさん？ウィズの店が心配でめまいがしてきた。え？カズマさんも？早くその服を着てくれ。俺の命を救えるのはウィズだけなんだ。わかりましたから、その変なお芝居はやめてください。ほら、ウィズ頑張れ。みんな応援してるぞ。ウィズ魔道具店です。どうぞよろしくお願いします。そんな声じゃ誰も受け取ってくれないって。そうは言いますが、恥ずかしすぎて。それは気のせいだ。気のせいじゃありません。なんだ、大きな声を出せるじゃないか。ほら、今みたいに腹に力を入れてもう一回。ウィズ魔道具店をよろしくお願いします。カズマさん、皆さん遠巻きに見ているだけでチラシを受け取ってくれないのですが。ちょっとじゃなくて、その格好が魅力的すぎるんだよ。もう少ししたら近寄ってきてくれるはずだから。そうは思えません。どうして？だって皆さん私と目を合わせようとしてくれませんもの。あまり効果がないようですし、そろそろお店に戻るべきかと。それはダメだ。どうしてですか？みんなシャイなんだよ。だからちょっと変わった、いや奇抜な、いやほらあれだ。つまり言い方に気を使うほど変な服ってことですよね。そんなことはない。そうかもって思いましたよね。今絶対に思いましたよね。お、思ってない。とにかくこのまま引いたら負けだから。それにウィズの店が潰れてほしくないと思っている人たちがいることは事実なんだ。そんな人たちを安心させるためにもこうやって頑張ってるってところを見せないと。あ、だからこうして外で。当然だろ。わかりました。もう少しだけ頑張ってみますね。その息だ。
頑張れウィズ。ウィズ魔道具店をよろしくお願いします。今なら入眠効果が強すぎて一生目を覚まさない可能性のあるお香や、視力の改善を超越していろいろなものが見えてしまうメガネなどがお安くなっています。何そのメガネ、欲しいんだけど。ですがいろいろ見えすぎるせいで人間不信に陥る人が続出してしまっているんです。何が見えるんだそれ。あら、なんだかさっきよりも人が遠くに離れてしまったような。ウィズが怪しい商品の宣伝をしたからじゃないか。怪しくありませんよ。とにかくアイテムの宣伝はやめておこう。逆効果だから。もう少しでみんなもその格好になれるから、チラシ配りを頑張れ。もう帰りたいです。このスマ。ウィズ魔道具店を何とぞよろしくお願いします。どなたかチラシを受け取ってください。このチラシは裏に何も書いていませんので、メモ帳としても使えますから。どうかしたかウィズ。先ほどからぼーっとしているご様子なので、もしかして具合でも悪いのかと。いや、そんなことは。よく見ると顔が少し赤いですね。あ、もしかして熱があるのでは。おい、ウィズ、どうして顔を近づけてくるんだよ。え、お熱を測ろうかと。お熱を。はい、おでことおでこで。あ、それに私、体が冷たいので熱冷ましに最適なんですよ。あ、さらに顔が赤く。どっちも好きです。え、何がですか。ああ、いや、何でも。やっぱり変ですね。ささ、おでこをポツンってさせてください。ごめん、ちょっと用事を思い出した。服は後で取りに行くから預かっておいてくれ。ちょっと、カズマさん。それじゃん。こんな格好で一人にしないでくださいよ。めぐみん、ちょっと試着を頼まれてくれないか。
え？そんな警戒するなよ。普通の服だからさ。確かにパッと見でおかしいところはありませんが、これは一体何の服なんです？小さい子ってすぐに服をダメにするだろう。でも世の中のママさんとしてはそういう子たちにもおしゃれをさせたいらしいんだよ。確かに丈夫そうな生地ですね。ああ、デニム生地ってやつだ。デニム生地、初耳ですが、それもカズマの故郷のものなのですか？それはどうでもいいからさ、試着をちょっと頼むよ。申し訳ありませんが、お断りします。というよりも、私じゃその役目を果たせませんよ。なんで？だって、小さい子が着るものなのでしょ？私じゃ体のサイズが合いません。よし、俺の誠意を見せてやろう。誠意ですか？じゃあ、新しいロッド。ものじゃない！俺が見せる誠意、それは男の心意気だ！男の心意気？あ、わかりましたよ。何がだよ。男の心意気というのは、前にアクアが冬将軍の前でやった土下座でしょう。あれは確かに心を揺さぶられるものがありました。でもです、カズマ、男がこんなことで頭を下げてはいけないと思うのです。本当に私の試着が必要なら、誠心誠意言葉に心を込めて説得するべきなんじゃないでしょうか。いや、ちょっと待て、俺は土下座なんて。今の気持ちはよく伝わりましたよ。今回は特別に土下座なしでこの服を着てあげましょう。と言っても私のサイズじゃないんですよね。大丈夫、お前のサイズで作ったから。来ましたよ。どうですか？おお、似合う似合う。はい、もう十分ですよね。着替えてきます。待て待て待て、まだちっとも楽しんでじゃなくて確認できてないだろ。今何か言いかけましたよね。気のせいだ。よし、まずは着心地を教えてくれ。着心地はとてもいいと思います。肌に気持ちいいですし。でもこのデニム生地の方はちょっとゴワゴワしますね。そうなのか。って顔を近づけて見ないでください。おっと、すまん。他に何か気になることがあったらどんどん意見を言ってくれ。そうですね、肌が出過ぎなのが気になります。そんな出てるか？だっておへそが見えてしまっていますし。おお、本当だ。って、だからいちいち近づいて見なくてもいいんですよ。カズマ、どうかしたのですか？なあ、お、お兄ちゃんって呼んでくれないか？は？だから、お兄ちゃんって。おかしくなったのですか？いや、正常だ。そうですか。じゃあ元からおかしいのですね。まあ知っていましたけど。お前、その害虫を見るような目はやめろ。カズマ、それは害虫に失礼ですよ。もういいですよね、着替えてきちゃいますよ。今まで黙ってたけど、じ
実は俺には妹がいたんだ。あいつはもっと生きられるはずだったんだ。でも事故に巻き込まれて。まさかカズマにそんな過去があったなんて。わかりました。私でよければカズマの妹になりますよ。よし、じゃあシチュエーションはこうだ。シチュ？俺たちは兄弟だが血のつながりはない。お前はお兄ちゃんである俺がずっと好きだった。そしてついに告白しようと決める。わけがわかりません。はい、佐藤。カズマ？違う！お兄ちゃん。そうでしたね。お兄ちゃん、実は私、お兄ちゃんのことがずっと。待て、俺たちは血こそ繋がってないけど兄弟なんだぞ。でも好きなんです、お兄ちゃんのことが。めぐみ。お兄ちゃん。いや待て、これめちゃくちゃ恥ずかしいわ。そうですね、もうやめましょう。そういえばこの服破れていますよ。ああ、おしゃれで破れてるんだよ。ダメージってやつだな。ああ、確かに。でも、これ見えちゃいません？何が？ですから、ああ、パンツか。はっきり言わないでください。どれどれ、確かに微妙な位置だな。見えちゃったらどうするんです？ロリッコのパンツに興味なんてないわ。めぐみん。おい、あまり調子に乗るなよお兄ちゃん。私の力があれば貴様を吹き飛ばすなど造作もないことなのだからな。すみませんでした。なあ、お前って実家にいた時はドレスを着てたんだろ？それはまあ、貴族が集まるような社交場に出ることもあったからな。それがどうかしたか？依頼されてドレスを作ってみたんだよ。コルセットをしても苦しくならないっていう特殊効果付きの。コルセットで苦しくならないのは確かに助かる。で、お前にその効果がちゃんと出てるかを確認してほしいんだ。それはつまり、そのドレスを着ろということか？それ着ないと効果を確かめられないからな。すまないが、断る。はあ？どうして？実家にいる時ならまだしも、この家では私もお前と同じ冒険者なんだ。冒険者である私が身にまとうべきは鎧であって、ドレスではない。力になれなくて申し訳ないが、他を当たってくれ。よし、じゃあこのドレスを着たら対価をくれてやる。別にそんなものは求めていない。おっと、即答していいのか？俺がくれてやる対価だぞ。それが金や物なはずがないだろう。何？さあ想像してみろ、ダークネス。お前が求める最高の対価を。私が求める最
高の対価。残念だがその想像は外れだ。なぜかって、俺はお前が想像もできないものすっごいことを考えられるからさ。さあどうする、ダクネス。俺が想像するものすっごい対価が欲しくないか。対価など欲しくない。欲しくはないが、私がこれを着ないとお前が困ると言うなら、自分の信念を曲げてでも着てやろう。それが仲間というものだからな。今日もいい天気だな。ダクネスもそう思うだろう。おい、黙ってないで感想の一つも言ってくれよ。もういっそのこと殺してくれ。いや、そういう物騒なことじゃなくてさ。カズマ、もう家に帰ろう。はあ、まだ家から大した距離も歩いてないぞ。しかし、この格好は恥ずかしすぎて。ただのドレスなのにか。街の皆がキーの目で見ている。確かに浮いてないかと言われたら嘘になるけどさ、変質者を見るような目を向けられるのはお前にとってご褒美だろうが。お前、私のことを勘違いしていないか。変質者に見られるのは確かに大好物だ、否定はしない。風呂上がりの私をチラチラと見るカズマの視線には毎度心を浮かされているからな。おい！しかしこういう目で見られるのは私が求めている視線とは全く違うんだ。じゃあ今の状況をいやらしい目で見られるのはどうなんだよ。悪くない。だったらそういう想像でもしてろ。そんな簡単に言ってくれるな。私はお前のように妄想力に長けてはいないんだぞ。なあカズマ、お願いだからもう帰ろう。この服の着心地の確認はアクアにでも頼めばいいじゃないか。アクアがこんな面倒な服を着ると思うか。私も一緒に頼んでやる。嫌だと言われたらシュワシュワを何本か詰めばいい。そうすれば首を縦に振ってくれるだろう。あいつじゃダメなんだよ。必要なのは通常のコルセットの締め具合との比較なんだからさ。どうしてこんな服を着てしまったのか。まんまとカズマに乗せられてしまった数十分前の自分を叱ってやりたい。よし、お前ダクネスやめろ。何を急にわけのわからないことを。いやだから自分をララティーナって思えよ。その名前で呼ぶな。おっと、ララティーナお嬢様、民衆にそんな乱暴な口を聞いていいのか。お家の名前に傷がつくぞ。卑怯だぞ。だぞじゃないだろう。もっと上品に言えよ、ララティーナお嬢様。なんて卑怯な男ですの。それで、ララティーナお嬢様、ドレスはどんな具合なんだ。悪くはありませんわ。コルセットもきつくありませんし、ただおい、なんで息遣いが荒いんだ。まさかお前、今のやりとりで。違います、このドレス熱いんです。やはり少し生地が厚いようですね。なるほど、改善の余地ありってことか。少し木陰で休んでも。座られるのは困るな、ドレスが汚れちまうし。ほら、これでなんとかしのいでくれ。フリーズ。うひゃ、
何をするんですか。首をいきなり冷やさないでください。涼しいだろう。確かに涼しいですし、私好みのご褒美であるのですが、いきなりされると驚いてしまいます。もうカズマ様は本当に意地悪ですね。どうかされましたか。なんでもない。ドレスの感想ありがとう。すげえ役に立った。お役に立てて何よりですわ。セナさんにこの服を試着してほしいんです。これはメイドの制服ですよね。どうして私も。それは。虚言はあなたのためになりませんよ。依頼内容が強気の妻が塩らしく振る舞ってくれる服という内容でして。なるほど、納得しました。強気な女性、確かに私に当てはまりますね。じゃあ試着を。するわけないでしょ。強気の何が悪いと言うんですか。佐藤さん、近づかないでください。強気いいじゃないですか。俺そんなセナさんが好きですよ。好き。だから来てください。強気なセナさんのメイド姿を見てみたいんです。わかりましたから離れてください。本当ですか。本当に来てくれるんですね。来ますよ。来ましたよ。納得していただけましたか。どうしたんですか。強気な女性に来てほしかったのでしょう。さあ、強気な女性がどれくらい塩らしくなったか確認したらどうです。黙ってないで何か言ってください。時間がもったいないでしょう。なあ、くそ。セナさんに頼んだのは失敗だったか。は？どういう意味ですか。塩らしくなるんじゃなくて気高くなってしまった。気高く。そうです。凛としていて上品で、なおかつ何ですか。綺麗だ。気高くて美しいセナさんに尽くしてもらえる人は幸せ者だな。俺も一度でいいから、こんな美しいメイドさんに奉仕してほしいな。でもせっかくこのような服を着たんですし、少しくらいならメイドの真似事をしてあげても。本当ですか。先に言っておきますけど、給仕のたしなみは一切やりませんからね。ですから期待はあまりしないでください。
それで何をすればいいんですか？じゃあとりあえずご主人様って呼んでください。そんなことでいいんですか？とりあえずですよ、とりあえず。他にもいろいろ頼みますからね。わかりましたから、適切な距離を保ってください。すみません。ご主人様、ご主人様、ちょっと緊張しますね。では行きます。はい。ご主人様、なんて破壊力！破壊力？それは暴力的という意味ですか？違いますよ。なんて言えばいいのかな、あまりの美しさに心が壊される、そんな感じです。そうでしたか。すみません。じゃあ次なんですけど。はい。俺に忠誠を誓ってください。嫌です。フリですよ、フリ。ご主人様に忠誠を誓う凛としたメイドさんを演じてほしいんです。そういうことでしたか。早とちりをすみませんでした。でも忠誠を誓うとはどうすればいいんでしょう。言葉だけでは軽いですよね。手の甲にキス。いや、体の接触は死んでも避けたい。やはり言葉だけになるか。しかし、どのような言葉がいい。忠誠とは、真心を持って接する。それは、偽りのない純粋な気持ち。他人にそんな気持ちを持てるのは、愛があるか。愛、愛の佐藤和馬に愛。無理だ。佐藤さん、申し訳ありませんが、別のことに変更を。どうして泣いているんです？だって。そうだ。慰めるというのはどうでしょう。頭を撫でて。それでいい。ダメだ、それは体が接触してしまう。依頼をされてさ、ガサツな女の子が清楚に振る舞えるっていう効果が付与された服を作ってみたんだけど、試着をちょっと頼まれてくれないか？ねえ、ガサツって言われて女の子が喜んで協力すると思う？誰もそんなこと言ってないだろう。でもその服の効果を出すにはガサツな女の子が着ないとダメなんでしょ。絶対に協力しないからね。じゃ効果が弱すぎるかもな。どういう意味さ。
この服に付与した効果ぐらいじゃお前は清楚にならないって意味だよ。ふーん、なるほど。君は私をそういう風に見てるんだ。でもそれが事実だろ。いいよ、わかった。その挑発に乗ってやろうじゃない。その代わり、私がこの服の効果で清楚になったらいろいろするからね。なあクリス、この仕草は抱っこか。はい、違う。じゃあ、こらこらこら、服を引っ張るな。それは大切な商品なんだぞ。破ける破けるって。脱がせて。喋ったって。そうじゃなくて脱がせて。脱がせてって、服を。分かったから、服を引っ張るのはやめてくれ。クリス、部屋を出てるからさ、一人で脱いでくれるか。一人は怖い。脱がせて。嫌なの？女の子は男の前で裸になきゃいけないんだ。だから俺がその服を脱がせることはできないんだよ。どうして裸になっちゃいけないの？いや、だって恥ずかしいだろ。わからない。想像してみろよ、俺の前で裸になるところを。したよ。恥ずかしいだろ。恥ずかしいって何？ねえねえ、恥ずかしいって何？ねえねえ、
俺が脱がせる。いいかクリス、これは仕方ないことなんだ。本当はしたくない、でもお前がどうしてもって言うから、だから仕方なく。脱がせるにはスカートからまくり上げればいいのかな。じゃあ万歳してくれるか。はい、万歳。ああ万歳がわからないか。こう両手を上げて脱がせて脱がせてってするのが万歳だ。さあやってみろ。無理。わがままはよくないぞ。あまりダダをこねるとほらって怒っちゃうからな。いや気づこうよ。え？あ、でもこらって怒っちゃうカズマくんも見てみたいかも。もしかして今までの全部演技？いつもいろいろされてるからね。ちょっとした仕返しだよ。なんだよそれ。ってちょっと待て、今のが演技ということはこの服の効果は全く出なかったってことか。さあどうだろうね。そもそも私を選んだのが間違いだったんじゃないかな。どういう意味だよ。君は外見や言動だけで判断しすぎ。本当の私は清楚ってか。そうだよ、私は一点の曇りもない清らかな女の子なんだからね。はいはい、そうですか。